物価高騰を受けて、東京都は今日から QR コードの支払いへのポイントでの還元を始めました。都内およそ35万店舗が対象です。東京都が今日から始める取り組みは、対象の店舗で QR コード決済で支払った場合、最大10％、上限3,000円分のポイントを還元するというものです。スーパーや居酒屋のほか 利発店やクリーニング店などおよそ35万店舗が対象になる予定で物価高騰の影響を受ける都民の生活を支援する狙いです今回の取り組みは今月31日までの予定ですが還元額が予算額に達する見込みとなった場合には前倒しでの終了となります